ドイツ連邦共和国にーダーザクセン州、ホルツミンデン軍南部に位置するマチソンで、ボフツェン、デイレンタール、フィルステンベルク、ラウエンフェルデで構成されるザムトゲマインでボフツェンを構成する自治体の一つである。ボフツェンは、ボフスフィソンという名前で、コルれはイ年史に初めて記録されている。ここには、ラテン語で土地の譲渡について記録されている。翻訳すると、 アーダルボットが兄弟であるボフスフソンのスワーダックに、高知を与えたという内容である。12世紀末に、騎士、獣士の家門であるフォン・ボフフェ戦家が初めて文献に、記録されている。この漁師家は、ゴーデルハイム近郊のマイガーデッセン、ボッセボルン、ヘクスターに、工作地と土地を有していた。コンラート・フォン・ボフフェ戦は、聖地に向かう、第5回十字軍に参陣した。 15世紀にこの貴族家は、社会的地位を向上させた。この頃には家計を調達し、傭兵隊を組織することについて問責されることは、なくなった。ボッフェセン家の消息は18世紀以降見られなくなった。ボッフェセン家の消息は18世紀に見られなくなった。1799年、ビルヘルム・アウグスト・ラム・パディウスが司祭官に住み、都市ガスの発明に取り組んだ。 1898年、職業消防団を引き継ぐ形で、自由意志による自衛消防団が組織された。また、1908年には、スポーツクラブの FC08 母ンが創設された。1991年、ボフ母ン近郊のゾリングで起きた、ホルツミンデン警官殺害事件の犯人兄弟を、かくまったブレーデンボルンの住人が逮捕されたことで、この町は、 全国的に注目を集めた。ボフツェンの町議会は13議席からなる。ノエレフォン・カムペ・グラス・ヒュッテ1866年、ボフツェンミバルトリング &CEO が設立された。その翌年にグラス・ファブリーク・シュタインブライテバイ・ヘクスター、シュミットビッテと改名され、さらに1874年にこの会社は、ノエレフォン・カムペ・グラス・ヒュッテ・ビュックフェルトという社号で、 活動した。1896年にガラス工場が拡張され、1934年から現在のノエレ・フォホン・カムペ・グラスヒュッテ・ GMBH という名称でガラス容器の製造を行っている。1967年にライナーのイマンによってノイマン・ラントシャフツーン・トシュポルツシテッテンバウ、GMBH が設立されたが、2006年に70人の従業員を要して、 倒産を申告した。ボフチェンには、犯罪コールフレックス AGE の連邦レベルの、主要支店と金属管を管轄する支社がある。最寄りの駅は、鉄道アルテンベインクライエン前線のヘクスター、駅やオットベルゲンノルトハイム、ゲッティングン線のラウエンフェルデウェーベルンゲン駅である。ありがとうございます。